こんにちは。アンソニーのマック雑談へようこそ。はい。ここしばらくですね、マックの買い替えについて死ぬほど悩んでまして、いろんな人のブログを読み漁ったり、YouTube のレビュー動画をたくさん見て、そこで得た情報と想定している自分の使い方を照らし合わせて、想像力を膨らませてっていう感じで、まあ、それこそ夜も眠れないし、何をしてる時も上の空で。まあでもそんな日々を過ごしてようやく気持ちの整理がついたので、こうして動画を撮っております。誰のためになるでもない無駄話ですけれども、まあ、私の場合はこういう考えで Mac の買い替えをするんですっていう、そういうお話です。まず前提として、今私が使っているのがこちらの iMac Late 2012というモデルです。21.5 インチの小さい方なんですけれども、これを2013年に買ったので丸5年使い続けてきたことになります。で、 YouTube を始めたのが2012年11月ですから、そのほとんどこいつが支えてくれたということになりますね。で、私のチャンネルを以前からご覧になっている方はご存知だと思いますが、こいつの買い替えとして一度買ったことがあります。21.5 インチの 4K iMac ですね。レート2015だったと思いますけれども。で、そいつを買ったんですが、私にとっては初めての 4K モデルだったんですけれども、もうあまりにファンの音が盛大でびっくりしまして、まあ、Apple のこう返品可能期間はとうに過ぎていたんですけれども、幸い、初期不良と認めてもらって、返品させてもらいました。まあ、そんな経緯があります。で、いよいよこの iMac も限界が来たようで、1週間に何回かはフリーズするし、細かい挙動がなんかおかしかったりするし、そろそろ限界かなというところだったんですね。で、さらに追い打ちをかけるような出来事がありまして、先日、シャンデリアが落ちたんですよ。こいつの上に。もろ直撃っていう感じで。この間の大きな地震の時に、そのシャンデリアが大きくブランブラン揺れてましたから、天井に埋め込んでるアンカーが緩んだんだと思うんですけれども。まあ、びっくりしましたよ。もう見てください。ひどいんですよ。こんな感じでね、ここに、もう大きくひび割れてるの分かりますかね、ガラスが。ここにも大きな傷があるし。まあ、そうは言っても意外と頑丈で、その後も普通に使えてるんですけれども。まあ、でもこれはさすがにね、もういい加減買い替えろというお告げかなと思いまして、買い替えを決意しました。もう悩むポイントがいろいろありすぎて困るんですけれども、一番悩むのは iMac にするか MacBook Pro にするかっていうことなんですよね。まあこれはサブ機ですけれども、私は今まで何台か iMac を乗り継いできて、とにかく iMac が大好きなんですよ。スペック的には MacBook Pro より間違いなくコスパはいいし、デスクの上もスッキリするし、ところが現行モデルは2017年6月にリリースされたので、もう1年経ってるんですよね。ちょっとまあ YouTube のネタ的にも新鮮味が薄いかなっていうのもありますし、でそろそろフルモデルチェンジも期待したいところなんですが、まあいろんな噂サイトを見てる限り、まあ今年はなさそうかなと思ってます。もし現行の iMac を買うならっていう形でシミュレーションしてみたいんですけれども、購入ボタンから私ね、もし買うとしたら次27インチにします。で、27インチの一番高いグレードのモデルですね。選びまして。で、CPU はもちろん E4 にします。第7世代 4.2GHz のクワッドコア、Core i7 ですね。で、メモリは、後から増設できますので、このままにしておきます。で、ストレージはやっぱり内蔵 SSD って早いので、1TB にします。あとは、点キー付きのマジックキーボードにします。で、バックに追加。はい。で、バックを確認すると、これ消費税も大きいですからね、税込みで、372,384円となります。まあ、高いですけど、まあまあ、こんなもんかなっていう感じですよね。1年前の私なら、迷わずこのスペックで iMac で決まりだったと思います。ただちょっと今、環境が変わりまして、この家と、奥さんの家と、行ったり来たり2拠点生活してるんですよ。なので今は、ここにいる時しか動画の編集ができない。
奥さんの家にいる間は何も作業ができないっていう感じでちょっと不便だったんですよね。なのでやっぱり MacBook Pro にしたいなと、で外に持ち出したいなっていうことなんですよ。なのでまあここにいるときは MacBook Pro をこう大きなディスプレイにつないで、広々編集をして、で MacBook Pro を持ち出して奥さんの家にいるときには、まあ、簡単なカット編集ぐらいできればいいかなっていう感じなんですよね。まあ私みたいなケースはあんまりないとは思うんですけれども、でも普通にね MacBook Pro を持ち出して、カフェで作業をしたいななんていう人はやっぱりたくさんいますよね。よし MacBook Pro にするぞとしても、次は13インチにするか15インチにするかという問題があります。で実はこれは私はもう先に結論が出てまして、まあ、確かに15インチの Core i9 も魅力的なんですが、私は13インチです。でこれがですね、さっきもちらっとお見せしましたけれども、これ PC オーディオ専用に買ったやつで、スペックもすごい低いやつなんですけどね、これ13インチなんですよ。RE2015 のモデルなんですけれども、まあ、めったに持ち出さないんですが、まあ、たまに外に持っていくこともあります。で、その時には、これをバックパックの中に入れて、こうやって背負って持っていくんですけれども、体力のない私にとっては、もうこれが限界で、もう15インチなんかも考えられないです。もうこれ以上重いのは無理です。なので、iMac でもなく、15インチ MacBook Pro でもなく、13インチ MacBook Pro で、スペック的に許容できる理由が欲しいんですよ。我慢して13インチではなく、積極的に13インチを選んだと自分を納得させたいんですね。で、調べた結果ありました。13インチでいい理由。動画編集に必要な性能は CPU、GPU、ストレージの速度、そしてメモリだそうです。まず CPU は上位モデルのクワッドコア、インテルコア i7 2.7GHz を選択します。第8世代コーヒーレイク S ってやつですね。もちろん15インチの6コア、ヘキサコアには叶いませんけれども、なんと2018年の13インチは2017年の15インチを上回るそうです。え、マジかって思いません？同じコア数ですよ。それぐらい CPU の世代が変わるっていうのは大きな進化なんですよね。牛院さんが2017年の15インチで快適に動画編集してるそうですから、まあ、私は彼より重い編集はできませんからね、13インチの CPU でも十分だと判断しました。次に GPU ですが、これはもちろんブラックマジック eGPU の登場です。動画編集においては現時点でeGPU の恩恵をまともに受けられるソフトっていうのは限られているようで、まあ、Apple Store公式で売っといてそりゃねえべって思いますよね。Final Cut Pro 10で使えてこそやろって思うんですけども。なので、二の足を踏んでいたんですが、最近分かったんですけれども、次の MacOS、Mojave では、Final Cut Pro 10で外付け GPU を使うチェックってできるようになるんですって。まあ、これで安心して導入できますよね。でこいつを使うと、27インチの iMac 最上位モデルと同等の GPU 性能が得られます。続いてストレージ、これは動画編集にもろに関わる部分だと実感しています。CPU や GPU がどんなに早く処理しても結局それをストレージが読み書きするところがボトルネックになりますから、今回はケチらずいきます。 1TB にします。まあ、悩みどこなんですけどね、内蔵 SSD は 500GB ぐらいにしといて安く抑えて、外付け SSD で補おうかなとも思いましたけれども、2018年モデルの内蔵 SSD はめちゃくちゃ速いらしくって、その速度に匹敵する外付け SSD ってのはまだかなり高いんですよ。ちなみに今回の MacBook Pro の内蔵 SSD は 500GB よりも 1TB の方が速い、まあ、速度が出るっていう情報もあります。最後にメモリです。これは正直 16GB は心もとないですよね。唯一の不安要素だと思います。今使ってる iMac も 16GB に増設してあるんですが、常に使い切ってる状態でして、もうしょっちゅうターミナルからメモリ解放してるんですよ。ただまあめちゃくちゃ早い内蔵 SSD と外付け GPU があれば、まあ、ある程度補ってくれるんじゃないかなと、体感的にね、そんな風に期待しています。
15インチではなく13インチプラス外付け GPU でいいということは分かりました。ただね、まだ iMac も捨てきれません。冒頭で言ったように iMac はコスパがいいですからね。それに外付け GPU とモニターディスプレイまで買っちゃったらえらい金額になっちゃいます。なのでちょっと比較してみましょう。左側が13インチ MacBook Pro を買った場合です。先ほどのスペックで言うと345,384円となります。で、ここに eGPU が 96,984円プラス、まあ、27インチの 4K HDR モニターがだいたい Amazon で5万円前後ですね。なので合計 492,368円となります。右側が27インチの iMac の場合です。先ほどの通り37万円ほどしますけれども、これに後付けでメモリを加えるとだいたい 32GB で4万円前後しますので、合計 412,384円となります。その差約8万円。2年間使うとしても1ヶ月あたり3300円の差となります。結構大きいですよね。でもね、これのさらに次に買い替える時のことを考えてみましょう。例えば2年後、eGPU はまだ現役で使える可能性高いですよね。そしてもちろん外部モニターも継続して使えます。ということは、仮にそれぞれ順当にスペックアップしたものが同じ価格で出てきたとすると、こうなります。2回の買い替えを合計すると、はい。もうその差は微々たるもんですよ。このわずかな差でモバイル性を手に入れられるんであれば、まあ、悪くはないですよね。やっぱり iMac の最大の弱点っていうのは、こうディスプレイ一体型ゆえに、こう買い替える時になんかコスパが悪く感じちゃうんですよね。ディスプレイはまだまだ使えるのに、スペックが物足りなくなったから買い替えるって、なんかもったいない気しますよね。はい、長々とすいませんでした。2018年の13インチ MacBook Pro、第8世代の 2.7GHz クワッドコア、インテルコア i7、16GB メモリに 1TB SSD をつけまして、ブラックマジック eGPU も加えまして、 Apple Care もつけました。締めて合計47万円。別途 Amazon で27インチの 4K モニターも買います。なので50万円オーバーです。つい先ほどポチりました。もう届くんですけどね。次回ドキドキの開封でございます。それでは